本拠地のルドルフィヌム・ドボルザーク・ホールチェコフィルハーモニー関ン。楽団はチェコの首都プラハを拠点とするオーケストラ。チェコを代表するオーケストラの一つ。本拠となるホールはプラハの芸術家の家内にあるドボルザーク・ホール。オーストリア・ハンガリー帝国時代のプラハ。国民歌劇場の付属オーケストラが前進。1896年1月4日に ドボルザークが自作を振った時には、現在の名称が使われていたが、専人オーケストラとして独立するのは1901年になってからである。1908年には、マーラーの指揮で自作の公共曲第7番、夜の歌の世界初演が行われた。世界的な名声を得るようになったのは、バーツラフ・ターリヒ時代である。ターリヒの公認識者に、 ラファエル・クーベリックが就任し1946年には、プラハの春音楽祭がスタートするが、クーベリックは1948年のチェコスロバキア共産党を中心とした政権の成立を嫌い、西側へ亡命してしまった。後任には、カレル・アンチェルが就任したが、そのアンチェルもチェコ事件によるチェコの改革運動挫折をきっかけに西側に亡命してしまうという、 ソ連の衛星国チェコスロバキアの悲劇を象徴するような事態が続いた。その後、バーツラフのイマンの長期政権のもと、地元の作曲家であるスメタナイアド・ボルザークの録音や、世界各地へのツアーを通じて、東側の名門オーケストラとしての地位を築いた。チェコの民主化後は、イルジー・ビエロ・フラーベク、ゲルト・アルブレヒトと続いた。 民主化直後の1990年のプラハの春、音楽祭では帰ってきたクルベリックとの歴史的な再共演を行い、翌1991年にはこのコンビで来日も果たしている。1998年より、ブラディ・ミルアシュケナージが主席指揮者であった。2003年9月1日から2007年9月8日まで、ズデニエク・マーカルが主席指揮者を務め、 2009年よりエリア・フインバルが主席指揮者に就任。2009年11月には、ヘルベルト・ブロムシテットを客演指揮者としての来日公演において、ブルックナーの公共曲第8番や、ドボルザークの公共曲第8番及び第9番、新世界よりなどを演奏した。2012年からは、ビルジー・ビエロ・フラーベクが20年ぶりに主席指揮者に復帰しレコーディングも、 活発になったが、2017年に没死してしまう。2017、18年シーズンからはセミオン・ビシコフが主席指揮者に、ヤク部フル社が主席客演指揮者に就任した。2005年にグラミー賞を受賞。スメタナ、ドボルザーク、ヤナーチェク、マルティヌーといったチェコの著名な作曲家の演奏で高い評価を得ており、ドイツ系ユダヤ人だが、 チェコ生まれのマーラーをはじめドイツ系、ロシア系などのレパートリーでも評価されている。プラハの春音楽祭の開幕日に、チェコフィルが演奏する関連になっているスメタナの我が祖国は、チェコフィルにとって特別な演目であり、ターリヒ以コの歴代主席指揮者の名録音が存在する。中でも、クーベリックス祖国復帰後の演奏会のライブ録音は、ドキュメントとしての価値もあって有名である。 ありがとうございます。